最初に読んだ時はどういう表現をするのかなって思ったところを、こういう表現なら伝わるんじゃないかなとか想像したりはしたと思いますけど、現場に入ってからもう本当、それは萬田監督の作品4本目だったので、萬田監督にとって都合のいい操り人形でいようと、20年前にアンラブドという映画で初めて萬田監督の作品を経験したんですけど、萬田監督の演出、そのセリフに抑揚はいらないですって、感情を出そうとしなくていいですとか、3歩歩いたら止まってください、左側から振り返ってください、顎の角度はこれぐらいですっていう演出が新鮮で面白かったんですね。その結果スクリーンに映っていたのは見たことのない自分だったみたいな、引き出しに入っているものが、道具が知識だったりも込みですけど、すっごいたくさんあるなっていう、取る答えはこれしかないっていうのを、それを作るための道具かって言って引き出しの中に必ず入ってるというか、なんかそんな感じですかね。演劇はやっぱりその1ヶ月とか、まあ長い時間同じセリフを何十回何百回、同じシーンを何十回何百回とやって舞台に立つ頃にはすっかり演出家の方に洗脳されてるんですよ、役者は。もちろんいつまでたっても自由でな人たちも何人かいらっしゃるんですけど、僕は完全にそっちなんですけど、萬田さんの映画の現場はあっという間に洗脳されるんですよ。そういう意味では20年前に比べたら怖さはだいぶ減ったんですけど、こうやってくださいっていう、もうその通りにやってもらう、その結果まるで1ヶ月稽古したかのような、自分というものを1ヶ月かけて削って削って削って、自分という本体ゼロにして役 100% になるっていうようなことを、多分萬田さんのカメラの前ではそういうことになってるから感じたのかなって今思いました。金八先生が言ってた言葉なんですけど、それは金八先生を見た頃には実感としては分かんなかったんですけど、これ正確に金八先生のセリフかどうかちょっと正しいかどうか分かんないけど、僕の記憶の中であれにしてるかもしれないですけど、本当に辛い時に自分を支えるのは辛い時に頑張った過去の自分だっていう、聞いたのは多分10代とかだったんだと思うんですけど、しょっちゅう思いますよ。うわしんどいなって、でもあん時これぐらいしんどかったの、なんとか乗り切ったよなとかっていう記憶が、なんとかなんじゃねえのって思わせてくれるっていう、僕が最初に出会った卵から出たヒナが、ヒヨコが初めて見たものを親と思うようにな見た那須博之さんっていう監督は、ああ映画監督ってこういう人なんだって、ダメだからもうダメだからとは言いませんでしたけど、もう一回もう一回もう一回って20テイクも30テイクもやらされて、ああ映画ってこういうもんなんだなって、これはちょっと危険なシーンなんですけどみたいなことがあっても、ああ大丈夫です、走ってる電車から人を川に蹴り落としたことがあるんでみたいな、そういう、その時は蹴り落とされた人のスキルが高かったから成立してたことですけど、でも頑張れば人間あそこまでできるんだっていうのを、そういうのはやっぱりそうですね、いっぱい支えになってるんでしょうね。愛の眼差しを一言で言うのはものすごい難しいんですね。でも多分萬田監督は、そのことを本当によく分かっているというか、一言で言えないから映画にしてるんだっていう、映画でしか伝えることのできない凄さが感じられる映画だと思います。自分が出ているのに言うのはなんですけど、傑作だと思います。それが一番短い言葉で言う言い方かなと思いますけど、もう見ていただければ分かると思うんで、ぜひ見てください。